あら、ばあちゃんたちじゃない。いい夜ね。今日のお仕事は終わりかしら。皆さん、こんな格好で失礼します。別にあんたたちのためじゃないわよ。こっちだって一日中お偉いさんに挨拶回りでヘトヘトだったんだから。あなたたちもって、なんかまた女の子が増えてない？よろしくお願いします。わけがわからないんだけど、今日の報告聞かせてくれるのよね。水路に怪しげな危険人物、それに新しい脅迫状ですって。先輩、いいじゃないニナ、なかなか盛り上がりそうな展開ね。何やら面白い話をしているみたいだね。いやいや、気にする必要はない。砂漠に咲いた二輪の花、映画界の、いやゼムリアの至宝とすら言えるだろう。
どうかその美を存分に振りまいて、我ら凡族の渇きを潤してくれたまえ。殿下、お戯れはそのくらいに。分かっているさ、ナージェ。エルザイムの国王サルマンが一子、シェリド・アスバールだ。こちらは秘書のナージェ。ジュディス君たちから聞いている。プライベートな依頼を受けているそうだね。ついでに私の相談にも乗ってもらいたいんだが、構わないかな？
あらやだ、若いヤワハタ。あなたたち、エルザイムの皇太子様に絡むなんて度胸があるわね。せっかくのいい夜、おとなしく楽しんだ方がいいんじゃなくて、それとも私が遊んであげましょうか。いいえ、この程度は時宜でしょう。言うだけはあるだろう。さて、水も差されたことだし、今宵はこれくらいにしておこうか。ささやかだが、私からも彼女たちと同額の報酬を用意させてもらうつもりだ。ご婦人方を優先して構わないので、何か分かったら情報を回してくれたまえ。良き出会いに感謝を。臨時スタッフ殿にも期待させてもらうよ。夜はこれからだろう。小娘どももとっとと寝つきそうだし、大人の時間と洒落込まねえでどうすんだ。カジノの近くにあったナイトクラブか。元気だねお前。ま、勝手に行ってこいというところだが、どんな騒動を起こすかわからねえし、保護者として付き添ってやるよ。そう来なくっちゃな。言い訳としちゃせこすぎるが。うるせえ、大人には建前が必要なんだよ。お戻りはどのくらいでしょうか。うわっ、あって、いつの間に。御前様にはならんようにする。あいつらに心配かけねえよう頼むわ。お任せくださいませ。どうぞ楽しい夜を。
なかなか生かすのを揃えてるじゃねえか。お前さんもそう思わねえか。カラマンのダンさんったら、ごめんね、ちょいと寄ってはるの。でもええね、たまにはこういうのも。ああ、サルバットは久々だが、なかなか楽しませてくれそうだ。せいぜいモノミユさんと行くか。おひねりもたーんと用意しとかんとな。今時の若い子にはどんなのが喜んでもらえるやろね。ありがとうございました。いや、素晴らしいダンスでした。続きましては皆さんお待ちかね、さあ今宵の真打ちの登場です。この度映画祭を彩るフォクシーパレードに選ばれたサルバッドきっての夜の蝶、サーラ城でございます。そちら方面でデビューすれば、ここでの出演は最後かもしれません。お持ち帰りは難攻不落と噂の彼女、これを機会にトライしてみては。それではミュージックスタート。もともと私たちはカルバードではなく大陸中東のある町で暮らしていました。まだ妹が幼い頃、両親が生活に困って良くない筋から借りたみたいで、両親の死後逃げるようにしてこちらに移り住んできたんです。難しい話です。あ、最初の頃はそういう返済方法も迫られはしたんです。それと共和国では親の借金を放棄できる制度があることも聞いていました。ですがどちらの方法も両親との絆を断ってしまうような気がして。はい、尊敬していますけど放棄を勧められそうでしたので。つまらない意地ですよね。さら打ち明けるなんてとても。それに今になってようやく完済の希望が出てきたところなんです。今日お誘いをもらったフォクシーパレードの出演料さえ入れば。
私頑張りますから、どうか楽しみにしていてくださいね。見損なったわよ、スプリガン。こんな夜更けに女の子を連れ回して挙句の果てに泣かせるなんて、やっぱりろくなやつじゃなかったわね。誰が肌が心配なとおしまいですって。あの、違うんです。もはや問答は無用。女神に蹴っ飛ばされて煉獄に落ちなさい。まあいいや、やれ。見直した私がバカだったわ。ニナの目を覚ますためにもここで。あの、待ってください。どいてなさい。今私が店長を。違うんです、バンさんたちは私を送ってくださってるだけなんです。そのさっきは話を聞いてもらって感極まってしまっただけで。いいの、無理しなくて。あなたも辛かったでしょ。マジ？今日のところはこれで勘弁してあげるわ。でもくれぐれも肝に銘じなさい。次に女の子を泣かせたらただじゃ置かないから。どう？気に入った？ああ、期待通りの顔ぶれだ。思いがけぬゲストも楽しみにしてくれているらしい。せいぜい盛り上げてやるとしよう。恐怖を導くための黄金の競争曲でな。そうだね、ボス。
バンさん、皆さんもおはようございます。はい、今から打ち合わせでベガスフィルムに行くんです。明日に向けて急ピッチで仕上げる必要があるとかで。ふふん、私もマネージャーとしてしっかり話を聞いてくるつもりだよ。ジュディさんやニナさんとも会えちゃうかな。Thank you.